やるべき日の田島と申します。本日はですね、こちらの箱見てください。マイプロテインということで、初めてですねマイプロテインを購入しました。マイプロテインって何かっていうと、まあ要はプロテインのブランドっていうんですかね。まあ普段僕ザワス使っているんですけども、まあ今回ちょっとね、まあ、なんか美味しいっていうのが評判だったので、マイプロテインちょっと購入してみました。これフレーバーが、この味がね、本当に何種類だろう、100種類ぐらいあったんじゃないかな。なんかすごいバーってやって、そっから一つ選んでお試しでちょっと購入してみました。開けてみたいと思います。お、これ完全にこう海外のものなので全部英語で書いてありますね。で、あとやっぱりこの包装の仕方ですよね。やっぱ海外ってこういうのなのかな。この封になるところがめちゃくちゃ雑、斜めに入ってる。あ、でそうだ、今回はコーヒーキャラメルですね。ちょっと美味しそうだなって思って試しに買ってみました。なんかこうプラスチックの袋であるんですけど、まあ、ちょっと紙っぽいっていうか、普通の今までの、なんだろう、まあいっか。で、あとマイプロテインのシェイカー、このバネも入ってました。早速飲んでいきたいと思います。コーヒーキャラメルの匂いがしますね。こういう色、見えにくいか。で、あと黒いすくうやつ入ってます。ちょっとマイプロテイン調べたんですけど、このスプーン1杯で 30g すくえて、それに対して250g の水が一番美味しく飲めるっていうことでした。で、これやっぱ大きいですね、ちょっと。これ1杯で、30g すくえて、あ、違うわ。1杯で 30g だったんですよ、スプーンが。でも 25g に対して 250ml の水って書いてあったんで、1杯全部すくっちゃダメってことなのか。あ、でもちょっと水入れてきます。さあ、だいぶもう普通の飲み物みたいな。あ、すごい。ああ。いや、もうコーヒーがすごい。キャラメルがすごい。これも入れて、振っていきたいと思います。いただきます。ああ。確かに。キャラメルっぽい風味はやっぱしますね、ちゃんと。キャラメルっぽい風味はやっぱちゃんとします。だからそこで味はちゃんと楽しめる感じかな。だけど、まあ、やっぱりいくら美味しいプロテインだよって言われても、プロテインの特有のなんだろう、あの臭みみたいなのは、癖の強さっぽいのはやっぱ残ってます。僕の感想としては。うん、でも、こんだけ味がちゃんとついててくれれば、美味しく飲めますね。これ、さっきこう雑に何回か振って、まあもちろんこのバネも入れてますけど、全然ダマになってなかったし、飲みやすかったです。これ、今回僕が飲んだのはコーヒーキャラメル味だったんですけど、もう本当にね、もう本当にフレーバーいっぱいあるので、ちょっとマイプロテインで調べてみてください。で、多分じゃあこれのマイプロテインでいろんな、例えば3種類ぐらいこう、買っといてこう選びながら飲めるみたいなのでもすごい面白いかもしれませんね。しばらくマイプロテインでタンパク質補給していきたいと思います。ということで、今日は動画ご視聴ありがとうございました。でまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。